はい、皆さんこんにちは、マネルユージです。では今回は三国志14曹操プレイ続きやっていきましょう。前回深夜を取ったので、まずは内政地盤を固めて、その後、まあ武将が揃ってる縁ですね、東卓軍の縁、ここを攻略していきましょう。まあなんといってもね、縁には相当数の戦力、呂布こそいないものの、まあ、呂布以外の優秀武将全部揃ってんじゃないかと、東卓軍の。まあ、長領関連、まあ、東卓も強いですしね。これの縁を攻略するためにね、しっかりやっていきたいと思います。ではまず時間を進めましょう。まあ、曹操もね、4つの都市を支配するまでになったので、まあ、今までの曹操とは違うぞと。いうのはあると思うんですけどね。よろしくお願いいたします。何？古老館。古老館にな、呂布がいるから古老館を抜くというのが難しいんですよね。まあそのために、聞いてください。深夜から縁、そして武漢を通って、函谷関から洛陽を攻めようとしてるわけなんですけどね。では、このターンでは、深夜をしっかり、わあ、東卓9152。これは一度、ここに、義勇隊も下げて、承知した。その後に巨将から軍を出しましょう。で、まずは周辺に一帯の、まあ、制圧を進めましょうか。で、うまくすればもうそのまま出撃すると。いや、なんか最近ね、ちょっと妙にシンガポールに行きたいなーって気持ちになってるんですよね。妙に。妙な話ではあるんですけど。なんとかシンガポールに行く手立てを考えたいなーと思ってるんですけどね。まあ、時間とお金と何にもないよーっていう感じなんで、なかなか行くチャンスがないんですけど。シンガポールもう3、4年行ってないんじゃないかな。最後に行ったのは多分、2018年か7年かにタイの女の子と言ったな。多分それが最後ですね。じゃあまず占領を進めていきまーす。皆の者、出陣だ。あ、そうだ。その前に、交渉。名品を与えて、武力を、天威の武力を呂布の領域まで高めたいという話をしてたので、ちょっとそれもやりたいですね。名品を買いあさり。で、その前にしっかりやっていきます。あと、武将をこの深夜に入れたいので、移動を呼び寄せ。で、今何も担当していない人だよね。任務持ってない人。を呼び寄せたいので、ちょっと待ってね。そうするとここからやるよりも、まあ一番武将が多い陳留から移動、場所は深夜、ここに。わ、そうは言ってももう武将はあんまりいない。いやー、これなんだよな。巨匠は武将の数が足りていないんですよね。いやー、武将が足りなすぎる。どこに行っても武将が足りない。この深夜一帯の内政担当官を決めたかったのに、なんてあること。いや、本当にね、困るんですよね。武将の数さえいればいろいろあると思うんですけど。まあ、シンガポールも行きたいし、まあ、バンコクもね、コロナウイルスの話はあるものの、とはいえ、行きたいし、政治二重にはないわ。政治二重にはない。政治35。いやー、武将だな。本当に武将が欲しい。
強調だ。政治向きじゃないよ、本当に。まあでもしょうがないね。武将がいないんで。で、董卓にどう対応するかだな。出陣して、統率。いやー、厳しいね。董卓軍の数、合わせて1万1000。まあ、一旦助英を戻して、綺麗を戻しましょう。で、そこからだな。一旦、まあ、巨匠が危ない感じにはなりますけど。軍の数としては十分な数いるので持ちこたえられるでしょう。よし、じゃあ時間を進めていきます。その前に、探索で。深夜はね、取ったばかりなので、探索をしっかりやっておきましょう。むしろ今なら縁を強襲できるんじゃないかって感じもするな。石垣があるだけでなんかだいぶ心強い。ご確認ください。これ縁を強襲するありだね。今なら取れるんじゃないか、むしろ縁を。いや、縁を取ろう。これはちょっと方針転換する。一気に攻撃する。呼んだか、任せて。呼んだか、たやすいことだ。この陶器を逃さない。任せろ。うむ、かしこまった。今なら取れる。まあそういう判断ですね。董卓が戻ったりすると厄介だからね。うわ、金がね、金がない。ギブミーマネー状態だな。どうかしたか。いや、帰ってきていいぞ。古老館にいる両夫をどうした、どうこうする力は承知したないので、彼らに。じゃあまた取ったばかりの深夜で総動員していきましょう。さて、マイルとね、今奥さんがね、なんかセサミストリートのエルモにむちゃくちゃハマってるんですよ。で、昔そのタイの女の子とシンガポール行った時に、エルモのまあ、キャラクターグリーティング、キャラクターブレックファストっていう、まあ、朝ごはんを食べながら、エルモたちがね、遊びにやってきてくれて、写真が撮れますとかっていうのがあったんですけど、まあ、それをね、ちょっとやりたいなという感じなんですよね。さあ、一挙に。縁を取りましょう。で、毛達。まあ、なかなか優秀だからね、毛達に関しては。なので、できれば、捕虜に、まあ、登用したいけど、捕虜が無理なら、ぐれぐれも頼んだ。毛達。で、四皇。ここも登用する？だったら捕虜だな。京都、まあ、武力70、統率57、まあ、あまり使えたものではないですが、ここは武将の数が欲しいので、世話になる。やっておきましょう。それより今は縁だ。報告いたします。で、劉表軍との、劉表ともう終わりなの。24ヶ月で結べなかったのが迂闊だったな。まあ、金はたんまり入ってきたので。いや、入ってきてないだよ。これから入ってくるの間違いだ。いやー、困った。外交で金がない。しまったー。翌月かー。各家が深夜に入ってきてくれるかどうかだな。そこが一番の心配かな。では先に感触を与えておきまーす。武力が上がるもの。武力の鬼たちへと。名品。
武力が2。総鉄撃。いいねー。総鉄撃を。しっかりね、天意が、我が物としてもらいたい。で、あとは、完食。ちょっと待ってね、先に、自動昇格一発入れて、そっからの完食だな。さあ、これで出陣できる。こんなところでいいでしょう。これで董卓を攻撃。出番でな。まあ数で押し切る感じかな。董卓軍は強力なので。で、金がないのでこのまま進みましょう。とはいえちょっとでも金が欲しいので、金をかき集めてもらう。行くとしよう。で、同盟を結ばなきゃいけないから、各家が急いでね、深夜に金を届けてもらわないと。報告いたします。金だ、金、金をくれ。いやー、これ間に合わないな。袁紹、劉表との同盟がなくなるというのはありえない選択肢なので、金をなんとかしないとまずい。どうする？深夜に金がない。かといって今曹操出撃中なのでどうにもならない。もし曹操がいれば、移動しちゃって金のある都市でね、采配をする、振るえばいいかなとも思ったんですけど、どうにもこうにもそういうわけにもいかないな。困ったな。そしたら金を蒸発するしかない。こんなもんや。で、兵糧の売却ってあった今。兵糧の売却ができれば蒸発か。売却が欲しい。売却がない以上は金を道端からかき集めてこいとしか今は言えない。行くか。が面会を望んでいます。お、自ら交渉に来たんだな。いや、全然受け取るよ。金欲しかったもん。ありがたい。その金、有効活用させてもらいましょう。よし、董卓を撃破。許さん。何？董卓をここでひっ捕らえた。董卓をここでひっ捕らえた。董卓56歳。ここで死んでもらおう。いやー、なかなか手こずらせてくれましたね。董卓。まあ、能力はね、今ちょっと怪我を負ってるんで70とか下がっちゃってますけど、まあ、統率武力はそこそこ高かったんですよね。で、もちろん董卓なんで、こいつを打ち滅ぼせば。董卓を。処断しましょう。こんなところで。よし、これで一気に董卓軍を打ち滅ぼす好機来たりというところかな。ご確認ください。そしたら一度皆さん入場してもらいましょう。分かった。おうよ。で、燕を攻め滅ぼすと。まあ、これで董卓の方もね、君主を失って
大損害を与えてる上に円の兵力も大したことはないんで、ここ一気にいけるな。で、金は11月下旬、来月まで取っておきたいな。金はこのままキープだな。よし。なんとなく道が見えてきましたね。武漢、いやー、武漢、道漢、韓国漢取って、いやー、これ今となってはもうさ、古老漢を攻めた方が早い可能性が出てきたね。円まで取ったら、古老漢から攻めますか。だってこれ、関所通る数が、洛陽を攻める場合の話を今してますけど、まあ、洛陽を攻めるには、古老漢ルートだと古老漢だけで済みますけど、円ルートで行くと武漢を通って、道漢、韓国漢、3つの関を通らなきゃいけないとなると、まあ、長安もあるけどね。であれば、まあ、一旦、そうだな、古老漢を攻める方針に変えましょう。もう今円を攻略する手はずを整えてるので、円の攻略はするものの、できれば古老漢を取る。それがいいかな。というかむしろ、今いる部隊で古老漢を取るというのもありだよな。いけるなら。さらに陳留からも。部隊を出すとして、天意の1万でしょ？この兵力を持って、古老漢の攻撃に切り替えましょうか。出陣する。よし、董卓を討ち取ったので、この勢いに乗じて、古老漢、つまり呂布を撃破しにかかりましょう。で、曹操隊は、円を攻略して、天意隊が古老漢を狙うという形でいきましょうかね。はい。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、董卓を討ち取った、その勢いのままに、古老漢、そして洛陽攻略を目指していきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。